はい、皆さんこんにちは、キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ、今回はですね、単発動画ってことで、こちらのゲーム猫友っていうゲームをねプレイしていきたいと思います。ほんわか家族ができちゃうゲームってか、すごいな、オープニングめっちゃ流れてる。ちょっとやばいですねこれね。いやいや、早速もう始めちゃいましょう。始めからいきましょう。お庭で始めましてっていうことで、まあ、最近ね、僕ね、かなりね、こう10月はね、動画作りできなかったりとか、いろいろあったんですが、もう始まってしまったね。もうね、猫ゲームで癒されたいと思います。ってことで、にゃにゃ。おや、何かの鳴き声が聞こえます。ガラガラ。ガラガラって何？ガラガラって言って。この鳴き声はそう、猫。いや、そりゃそうだ。あなたの部屋の庭に猫がいるみたいです。ほう、あー、かわいいですね。こいつなんで二足なんだ。あそこに猫がいますね。あなたに興味があるみたい。少し近づいてみましょう。かわいいな。めっちゃ目キラキラしてるし、にゃにゃ。いや、撫でてほしいみたいですね。なるほど、にゃ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 。てか喋るんだねこれ。優しく撫でてあげましょう。あー、なるほど、リフレ的な感じだね。うん、 A ボタンで触る、長押しで撫でる。なるほどね。どうだ、気持ちいいか、気持ちいいか。てかめちゃめちゃふさふさしてるね。めちゃめちゃ可愛いじゃんこいつ。お、満足したか。にゃ、嬉しい、気持ちいい。嬉しいか。にゃ、嬉しい。お、え、あ、すげえ、普通になんか喋んだねこいつ。てか普通じゃねえか、合成音声的な感じだよね。どうしたんだ、なんか考えてるみたい。お家、お家。あなたの部屋を眺めてなんだか部屋に入りたいみたいです。お家行く、中に入る、中に入るかい。なんかやばい、唐突だな。どうした。にゃ、喜んでるんだね。猫が笑うと胸元の懐中時計がふわっと光ったような気がしました。あなたのお家にやってきたおしゃべりするなんだか不思議な猫。どんな毎日が始まるんでしょうか。ってことで、この子が最初の猫ですか。あなたと猫は知り合いになりました。どうもよろしくお願いします。さて。めっちゃ普通にいいんじゃん。部屋に入って、ね、部屋にやってきました。にゃ、なんか言いたいみたいです。お腹にゃ、お腹にゃ、お腹空いてんの。ササミスティックを食べさせてあげましょう。なるほど、プレゼントあげる。ササミスティックとか、ササミ食うんだ。あ、そか、それ食うか。え、食うのか、猫ってササミ食うのか。なんだかとても嬉しそう。にゃ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 、ペコペコと頭を下げてご飯を食べさせてもらったお礼が言いたい。感謝する言葉を教えてあげましょう。これ何、自分で入力するタイプ。マジか、うわー、迷うな、これ迷うね。何にしようかな、これ変な言葉でもいいんでしょ。別に感謝伝える言葉じゃなくてもいいわけでしょ。いやでもね、さすがにね、かわいそうだから、ちゃんと感謝を伝える言葉にしましょう。はい、感謝伝える言葉、ありがたき幸せ。めっちゃちょっとお堅い人みたいな、ありがたき幸せ、これでいきましょう。ありがたき幸せ。お、ちゃんと喋る、すげえ、すごいね。アクセントもバッチリだ君。ありがたく幸せだよ。ありがたく幸せ、ありがたく幸せだよ。やべえなこいつ。あなた指差し何かを知りたい。名前。なるほどね。僕の名前が知りたいと。あなたの名前教えてあげましょう。ということで、僕の名前はですね、じゃあ龍拳しましょう。龍拳。うわー、すげえ、すげえな、すごいね、なんかちゃんと喋ってくれるってなんか嬉しいねこれ。龍拳さんだよ。龍拳さん、ありがたく幸せ。やばいなこれ、挨拶言葉間違えたかもしれない。やばい、ご飯ありがたく幸せとか言い始めた、こいつやべえ。龍拳さんのことちょっと分かったな。マジ、猫はあなたとお話ししたいみたい。おしゃべりボタンを押してお話ししたい内容を選んで話してみましょう。ってことで、あー、なるほどね、これがメニュー画面、メニュー画面っていうか、いろいろとできるんだね。スマホが見られるようになった。あー、なるほど、とりあえずちょっとおしゃべりしましょうか。
にゃまえ、にゃにゃ、名前ポチ。ああ、そういうことか。この子に名前をつけてほしい。名前が欲しい。なるほど。名前がないと呼ぶとき困る。確かに。ああ、何しよっかな。マジ悩ましいな。こういう名前っていうのはね、かなり俺は悩むタイプですね。うわー、何しよっかな。こいつどうしよう。じゃあ名前はティッシュでいきますなんかなんとなく、なんだっけ、スコティッシュホールドだっけ、そういうね、猫っぽい感じがしたんでぶっちゃけ俺ね、猫に対してめっちゃ無知だからね、なんか種類とか全然わかんないし、まあスコティッシュとマンチカンぐらいしか知らないんですけど、ってことでスコティッシュのティッシュで。君はティッシュだ、今日から。いいね。はい、ティッシュ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 。おー、ティッシュ欲しいか。ティッシュ、名前ありがたき幸せ。あ、いいじゃん。スコティッシュホールドって本当にこんな感じだっけちょっとわかんないな。スコティッシュ、違うね、ティッシュちゃんはあなたと話してきて嬉しいみたいです。ありがとう。またティッシュ、ちょっとティッシュちゃんって言いづれえな、これちょっと失敗したな、これ。と時計が光りました。なんだか不思議な時計ですね。そうですね、なんだ、メーターが上がっていく。はいはいはい、あれがマックスになるとエピソードが、なるほど、ストーリーが進む的な感じか。特別なことが起きそう。リビングに戻ってみましょう。戻るをしますね、よろしく。おしゃべりボタンを押すと特別なお話が聞けるみたい。押してみましょう。はい、うおー、いきなり駆け寄ってきた。怖っ。ティッシュちゃんが手足をパタパタさせながらあなたのところに駆け寄ってきました。いや、ティッシュ分かった。リュウケンさんの言葉分かるよ。マジか。なの、リュウケンさんのおかげでお話できるの。うん。あのね、猫はね、本当はみんな話せるんだけど、はい、人間の言葉とチャンネル、人間の言葉、人間みたいに言うな、お前。リュウケンさんが話しかけてくれたおかげで、ティッシュのチャンネルがあったから、チャンネルがあった。リュウケンさんと話せるチャンネルって何、まず。あれかな、なんか次元の違いとかそんな感じで。言葉あったんだ。あのね、さっきの食べ物、美味しかったと言いたい。美味しいの言葉を教えておきましょう。または言葉を教えるか。あ、漢字を使う、あ、やっぱ使えるのか。でも何、言葉が上手でない、読み間違えることがある。教えた言葉をひらがなやカタカナに直せ。なるほどね。はい、わかりました。あ、猫とお話してると言葉が直せるようになる。あ、なるほどね。じゃあ編集できるんだ、もう一回。美味しいの言葉教えてあげてください。わかりました。美味しいわね、美味しいわね、こちら美味であるめちゃくちゃなんか偉そうな感じの猫になってきたな。美味である、美味である可愛いなこいつ。俺が言った言葉をね、ほんと素直に受け取ってくれるんだね、マジでやばいな俺。お話できるようになったけど、うん、人間の言葉。なるほど、すごいね。間違えてるかもしれないの。めちゃくちゃ可愛いじゃん。だからいろんな言葉教えてもらえるの。やべえ、やべえ、なんか俺罪悪感がやばいよこれ。変な言葉ばっか教えて。どうした？言いながらティッシュはとっても嬉しそうに走り回ってるのか。落ち着けよお前。止まれ。あなた周りはくるくるとしてます。目が可愛いね今のね。ティッシュ住むところないの、マジ？かわいい、頭抱えてる。よー、一緒に住もうぜこのなんかいきなりイラストっぽくなるのは何なんだろうこれ。にゃー、また庭から猫の鳴き声、2匹目来ましたねこれ。にゃにゃにゃお、お庭を見に行ってみましょう。庭の隅っこに一匹猫がいます。興味深そうにあなたを見ています。何見てんだよ。あの子も時計つけてますね。ほんとだ。え、かわいいね。何あのアホ毛は。アニメキャラみたいじゃん。こっちに近づいてきました。な、あの子同じおしゃべり猫だと思うのよ。おしゃべり猫だと思うのよ。わかるんだ。まそれはね、二足だしな。あの、こんにちはです。めっちゃかわいい声してんじゃんこっち。猫の子たちが話せるのは何かわけがあるんでしょうか。こんにちは。うわ、めっちゃ切れてる。どうも、初めましてです。めっちゃ2匹目落ち込んでんじゃん。ティッシュは、ティッシュ、お名前は。
なんかめっちゃキレてねこいつ。ティッシュを大きな声出してちょっと警戒。なるほどね、やっぱお名前ですか。お名前ですか。そんな煽んなくても。グーッと音が鳴りました。あれこの音は、グーってお名前。もうバカにすんなお前、腹減ってんだろどう見ても。違うです、お名前ないです。ないです。欲しいです。欲しいらしいぜ。この子はあなたに名前つけてほしいみたいです。あ、いきなり名前、マジか、何も考えてない。じゃあこの子のね名前はマンチーカンにしましょうね。まあマンチカンっぽくはないけど、まあとりあえずね、そのマンチカンでしょう、こいつはきっと。こいつはマンチカンで、きっと。うん、なので名前はマンチーカ。本当はねマンチにしようかと思ったんだけど、さすがにちょっとね、うん、下ネタっぽいからやめておきましょう。マンチーカ、はい、マンチーカです。そうですね、マンチーカです、君は。マンチーカ、マンチーカ、とってもいいお名前です。やっぱちょっとやばい、あれはやめとくべきだったかな、この名前。ちょっとやばいかな。マンチーカ、嬉しいです。嬉しいです、いいね、嬉しいって。ティッシュだっていい名前だもん。だろ、いい名前だろ。ティッシュの名前もリュウケンさんがつけてくれたんだもん。そこなんかあれだよね、意地張ることある。ティッシュちゃんはマンチーカちゃんのことをちょっと気に入らないみたい。マジか、仲良くしろ。こっちの方ができる猫じゃん。ねえ。ちょろ。ティッシュちょろ。尻尾立てました。首ブンブン立てて、またあなたの後ろに隠れてしまいました。何？ここはティッシュのお家だよ。やべえ、ちげえ、俺のお家だよ。俺の家だよ、ここは。縄張り争いですかね、これは。マンチーカちゃんは少しうつむいた後、何かを決心したみたいに顔を上げていました。マンチーカも一緒に住みたいです。なるほど、僕は全然構わないですよ。めっちゃびっくりしてるじゃん、めっちゃびっくりしてるこいつ、目がまん丸だ。この音、ティッシュちゃんも音に気づいた。この音、お腹がグーってしちゃったです。恥ずかしいです。そういう感じはあるんだ。なるほどね、ご飯ね、わかりました、いいよ、ご飯食べようぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、なんかてかこいつは感謝の言葉知ってるんだね。次はね、ご飯を作るみたいですね。作りたいご飯選んで作ってあげることができる。それでは猫マンマ選んでみましょう。来ましたね、猫マンマ。勝手に選ばれた。順番にボタンを押して混ぜましょう。もうミニゲーム的な感じ。あ、A、X、Y。はあ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 。うんうん、はい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 。はい、いいねいいね。で、混ぜ。簡単ですね。あ、成功。待ってる時の猫たち、かわいいね。完成。猫まっしぐらの猫まんま。不器用でも簡単に作れる一品。うん。早く作ったご飯あげましょう。分かったよ、ほら、食え、食え。いただきます。めっちゃ人間じゃん、こいつら。スプーン使えるんだ。めっちゃかわいそう。リュウケンさん、何ですか？ご飯いっぱい食べました。うん。もうお腹パンパンです。パンパンです。パンパンです。ああ。あ、お腹いっぱいの時ですか。なるほど、教えてあげよう。お腹がパンパンでもうお腹いっぱいの時は吐きそうって言うんだよ。吐きそうってやばい、吐きそうってやばい、みんな使ってるです。ね、多分使ってないと思うけど、そうだね、うちだけかな。うん、リュウケンさんのお家だけやばい、言葉吐きそう。やばい、ちゃんと覚えたね。やばい、かわいそうだな、この笑顔見ながらこれ言われるとちょっとやばいな。マンチーカ、こんなにお腹がいっぱいになったの。普通に言えんじゃん、お腹いっぱいになったって。とりあえずもう一回おしゃべりしに行くか。あ、なんかいっぱいあるよ。言葉を教えて、ごちそうさま。リュウケンさん、あのね、また言葉を教えてほしい。なるほど。この前、耳で会
言葉を教えてもらったけど、うん、食べ終わったよって伝えるにはなんて言ったらいいかな。食べ終わったよ、つまりごちそうさまって意味なんだろうね。いいでしょう。じゃあごちそうさまじゃなくて満腹じゃって言いなさい。満腹じゃって素敵な言葉。満腹じゃってってなんかちょっとイントネーションおかしいな。素敵な言葉。なんだかありがたき幸せって言葉に似てない。あーそうだね、ちょっと似てるね。うん似てるね。うん似てるよ、うん、似てるよね。満腹じゃって言うといい気持ちがする言葉だなって思うのよ。思うのよってなんかこいつはこいつでちょっとあれだな。ゆうけんさん言葉を教えてくれてありがたき幸せ。ありがたき幸せいいなこれ。さあ次はゆうけんさんのお家に来る前、うん、よくコンビニの近くをうろうろしてたです。うろうろしてたですか。そうですか。コンビニって夜も明るくて人もいるので怖くない場所です。マジ俺夜のコンビニあんまりねえ行きたくないかな。怖くない。そうかな、怖いと思うけどな。マンチーか、コンビニ好きです。それで教えてほしいです。なるほど。リュウケンさんが好きなコンビニ、好きなコンビニってどこですか。あー僕の好きなコンビニ、はい、じゃあね僕の好きなコンビニはローソンじゃなくてローリンにしておきましょう。ローリン。ローリン。リュウケンさんが結構考えるのね大変だよねこれ。うんって思うわ。好きなコンビニ、あそうです。毎日ローリンは行かないかな。毎日は行かないですね。はい、ローリンに毎日は行かないですね。そうです。行くとあれこれお買い物したくなるので毎日行かない方がいいかもです。なんだこいつは本当なんか本当お前人間じゃないのか猫。あのマンチーカは仲良くしたいですって。でもどうしていいかわかんないわかんないわかんないんだもん。なるほど、行っちゃったよ。あ俺の後ろにいんの。どうしましょう。どうしましょう。ゆうけんさん、まず自己紹介だね。うん、自己紹介って何。いやそのまんまだよ、自分を紹介するんだ。私はこういう猫ですっておしゃべりするんだと思います。マンチーカめっちゃ賢いじゃんこいつ。ティッシュは、ティッシュはね、あのね、あのね、うん、何話せばいいの。わかんない、うん、そうだ、リュウケンさんにつけてもらった。うわやめろ。やめろ。分かった。ね、ティッシュはね、ティッシュって名前好き。ね、うんとね、なんだかとってもほんわかな名前なの。絶対何も分かってないこいつ。わかります。リュウケンさんがマンチーカって読んでくれると胸が温かくなって。分かった。かわいいよ君たちは。マンチーカはリュウケンさんのことも。お前らの自己紹介はどうなった。うん、俺のことを知りたい。なるほど。マンチーカから聞くです。これは質問コーナーですね。男の子ですか。ああ。女の子ですか。今更ですか。なるほどね。じゃあしょうがない。教えてあげよう。俺はね、女の子。いや、嘘。男の子ですね。男の子なんです。やっぱり、ゆうけんさんって、はい、うわぁ。うわぁ。煽ってくる。このティッシュ。マンチーカは、イケメンさんって思ってた。うわぁ。ムカつくなこいつらね。え思ってもないことをさベラ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 と。ティッシュも質問したい。いいよ。これガチでなんかあれだね、質問だね。会社に行ってる人ですね。ふむふむ。会社員さん。そうですね、うん、会社員さんは夜遅くまでお仕事したり大変って聞いたことがあるです。うんまあ大変ですよね。いっぱいおしゃべりをして一緒のことが見つかってあなたと2匹は仲良くなったみたいです。なあいいですね。はいということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いや猫ともめちゃくちゃ面白いですね。癒し芸だね完全に。このね可愛らしい2匹の猫ちゃんいいですね、まあ、疲れた時はねこういう癒し芸をやって癒されたいと思います。皆さんもね癒されたい人はぜひやってみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。